第39期法王戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈央ですそして解説には広島田プロにお越しいただきました柴田プロよろしくお願いいたします、はい、お願いしますそれでは対局へと参りましょう法王戦 A2 リーグ第9節対戦では2回戦ていお願いします立ち合いに藤島健次郎の合図によって対局が開始されましたちいちゃから古橋なんちゃわくつしャあちゃさるかわべいちゃうの並びです ドラが数万。一回戦はロングゲームとなりました。うん、そして結果を得てポイント出ますが、それか、あの大きなトップ。古橋さんも浮きをキープしてと。うん、ね、四社戦いぶり見ていて、どうでしたか。そうですね、四社、えー、<者>ドラドラな。なんていうのかな、上位の、えー、内川さん、わさんがね。はい。ちょっと。 なんかいまいち乗り切れない感じでね、えー、終わっちゃいましたけどね。ワクスさんはなんか守備も局面局面で光らせながら戦っていましたけども。うんうん、ね、さ、まあ最後ねレアンパーピンあれは上がりたかったですもんね。ねあれはなかなか降りはないんで。でつんだのがいいそうということで。うんうん、まあ着場は変わらなかったんですけどね。サルカーさんとの差がね大きく開い,て開いてしまいましたね。その差は現在一回終えただけで六十ポイント。うん 怖いですよね。六十差って難しいと思ったらこんな簡単に変わっちゃうんだ。一気に変わっちゃいますね。うん、さあこれで猿川さんがトータルポイントを百二十ポイント超えですか？五二にはい。二にまた浮上しております。この勢いならね瀬戸熊さんも超えちゃうんじゃないですか？目の前ですよ。ね。高トップだとね、はい、全然超えちゃう。あと十ポイントぐらいで。 さあ今回の手配構成どうでしょうか誰かはちょっと厳しい内川もまだメンツがない状況そして親の古橋はドラドラなんですがここで1メンツといった状況です、うん、バ枠ツは1メンツドイツが3組にそんなにいい選手はいないでしょうかいないですねだ古橋さんもねここを、はい 回8ポイント浮いたけど大きい古橋さんの8ポイントは非常に大きいというかもう高橋さん抜いてね、はい、あと340ポイント今日もし30ポイント加点するようだとだいぶ楽にはなりますよね下を見る部分では。うですねうん、あとだからそ,それで終われば残り2節のうち多分どっちか1節浮いてれば残留は堅いでしょうけど。えー 古橋さん戦い方としてはどうですか、最初点も持って、まあ、最後は守る方で。そうですね、すあれぐらいがベスト、まあバランス的であれぐらいなんじゃないかな。はい、攻める局面でもないんでね、甘いね、えー、なんか、かうまくこう。隙間隙間をついて、はい、隙間産業でちょっと、はい。<laughs> 頑張ってもらおうかな今日は。か <laughs> プラス同士の戦いのね、えー、隙間隙間を塗って上がって。 なんか終わってみたら30浮いてたなんて全部2着でもいいんですよはいそうですね隙間なんで隙間3両を貫けるかどうかでフルハそして内川さんも最初攻めの姿勢からそれがうまく決まらずあのウーマンプッシュしてリャンマンで報酬ねうん。あそこでねポイントをかなり減らしちゃいましたねうん。結構無理めの結構厳しい形でしたからねあそこでも 今日でも大きいプラスを本当に狙いに来てるんだなってのは、ね、思いますけどね。それが逆に出ればまたそうなんですよね。そうそう大きいの取れるんですけどね。えー、その逆もあるんでね。はい。シート1つのいいチャン点です。フ橋ドラドラで。急走2枚ゲーだよ。でもから切ってもいいよねぐらいで。シーからとしました。で、ね。 急走2枚切,れ切れないよねっ、ね、ネガティブネガティブ <laughs> 自身ドラドラですけどね小層、うん、でも重ねてやろうかなぐらいの <laughs> でもまあ数アンコを狙いってやればポジティブもう全部いらないよとさあー像で2組でしょうかカンパーピンが入りましたが,がどちらかというとお休み気味な感じですよねサルコです このナンをポン二枚目のナンをポンしてイーシャンテントイトイのイーシャンテンです2、うん、マンはロ枚ですが三層数層数が一枚ずつ何ンポンは何ともね、はい、何やってんのかなって言って小層9層がある分本一だったらソーズ系なのかなっていう手ですよね、えー 小さからでしたね、うん、よっぽど形ができてる、うん、形ができてる、うん、形ができてるのかまあそうですね想像 <A> だったらあソーズっ想だ,だったら本一 <laughs> だったら想像 <laughs> だったら本一じゃない本一だったら想像かなっていう手ですああ、そういう手もありますよね,ありますよねトーンも見えてない状況ですき、うん、たよ 内川が軽く仕掛けていって、上がりきれるでしょうか、うん、タンヤオドラ一。いいシャンテン。わくつもいいシャンテンです。すまんは残りゼロ枚となっています。内川織、古橋のパーソンに合わせる形。変わらずいいシャンテン。まあ、古橋さん別に、テンでもいいですよね、で、アンソ引いたりしてね。はい その場合は役なしですが。うん、あれ。テンパイです。四号待ち。九万切って闇テンテン丸か。かん、ね、ローマンの単位、ね。カンローマ位の役割にもできましたね。うん、現在は数万万の枠つ、役がありません。でもそうすると、いざ危ない範囲持ってきたときに、待ち替えとかできないですからね。枠つ。その方が待ち替えするには優秀ですか。そうですよね。三万四枚見えてるんで。ええ えー、古橋さんはーパーマンの線っていうのはないですからねパーマン通ってるから、はい、だから5万はちょっとね両面だっら当たんないローソーはどううでしょうこれで5万もあるかおおし結構守備寄りいきましたかかなり古橋さんを、ね、カ,ンカンウーマンとかもあるのかな六、はい、万ね四4万がドラだから4六内川さんもいますしね両面地で。うん 三蔵だって、ここに三蔵だとね。で酸素が入ります。これで酸素なくなって、すすが残り一。もう天杯すればいいぐらいですかね。ですねあとは三門入った時ですよね。わく、うん、さんは。また天杯、ね、はしないですね。うちかも天杯できず。あ、もう。 テンン回さない構えでたそうですねこれでトーン1局は四人のテンンとなりまししたたたククツツは一度テンポ入れるもん、うん、守備に回ったこの1局でしたトーン2局1本場ワクツの番。 も36期まで A1 リーグで戦って今期が3年目の A2 リーグ、うん、6位4位ときています、はい、バンズが合計でしょうかチャンチョンでローマン引き入れて、うん、チュンがドラで統一も多いですね、うん、チュンがドラだからねはいちょっと第一打が難しいでしょうか,か難しくない何だろう急走切る 間を取って休走ちっててンンここも縦にあでちらです純はお山にまだ1枚残っています。 本一も残しながらってことですかねピズの本一が見えている状況、うん、近はワクツも早くリーチと言えればスーピー周りは生きづらいですけどねドラタンキの、はい、ドラヒーチャうと難しいですよねまたね街がローマンパンマン選んだりとか街、うんうん、選びはねこれは。カンパーピンが入りますイーシャンテン 役なしが濃厚という古橋うんこれはもうメンツではほぼ捨てようってことですかねイーいいベーコーとかねあんこになっての、ええ、手は白鶏パーマーの重なり白は山に2枚サルカーも自廃を抱えていますが、うん、ここで初 うこ,これは嬉しいですね。どうしましょうか。う急走か。あ、急走でした。ピンズもありますけどね。はい、どっちかなっていう感じですか。古橋が役割のいいシャンテンに変わっています。うん、まあ、手配価値は低いですけど、古橋さんが一番。なんか良さそうですよね。一気に良くなりましたね。と、うん、ンアンコになったことで。 たくさんチートイできちゃえばね。ええ、リーチしちゃえば。いきにくいですからね。も古橋さんは。はい。もうテープを入れてしまうと。また話は変わりますかね。確かに。ええ。あ<ー>。た<だ>でおやりには難しいと思いますよ。はい。三万がいいかどうか。ここはパーマンの方を嫌っていきます。四、うん、万が二万を出たことによって、三万の方がいいのかなっていう、はい。 一歳三万は山に三枚,枚。三枚残ってます。統一できましたか内川さんチューンが重いからピンズに合わせてこうと。やめちこ,これで全敗。チーピ,ピン切りますか。ウーピン。ウーピン切ってチー<え>ピン短期。七七八九のチーピン待ち。な、ね、回かこピンっていうのもありましたかね。か倍数的にも。 ただ親の筋で一応残して残しどうせ利点だしあリーチもあるな打点上昇ランパスリーチ、うん、そんなにランパスも悪くないでしょうかそうす、ねまあ、1, ですね1300ですかね2600になるだけなんだけどまあ積も上がり大きいですしねリアンパーで1300、はい、2600の手もあるんでこのサーベンチャー1枚しか残っていません実は実はウーソ1枚だけです んんなに込だでも周りがね <laughs> 受けてくれればこのリーチもの内川さんのね想像の334っていうのがよりねはいリャンパーがいっぱいあるように見えましますしね猿川さんのリャンゾアンコラはもう本当に、ね、読めないですかねこれは<っ>いや売れてのリーチですリーチトーン。 爆ツはイーソーをプッシュしてますねかぶっちゃったねかぶっちゃいました爆ツ攻め込めるか,か残りつもあと5回ロ走ソが今3枚見えます入らないあと4回 割りゃシャンテン。博打はチートイツイーシャンテン。はく。どんだけ。切った牌が来てしまう。ブー嘘一枚残ってる。うん、まだ頑張ります。まあまあ無筋、うんあ。まあ、もうチャンスですよね。四万が。四枚入れで。 イーシャンテンに来た猿川です。三万が一枚出ましたね。はい。三万まだ残ってます。おお。ああおやっと重ねました。お見事。三万残しはいきました。チューン短気。チュンは残り一枚あります。一、うん、対一あゼロ。危ない危ない。ゼロになってます。両パ？両パ。

切りりたくもなりますけどもというか,かなり通っちゃったんで、はい、あ多分筋がウッパーマンとレアパーサの筋ぐらいなんでしょあ,<ー>あれっていうのはもうその23択になるとね、うん、なかなか2メンツです猿川はゼロメンツ内川1メンツ古橋はゼロメンツですが 並びはいいです。ちゃんと系も見えているわけ。ちゃんと狙ってますね。第二だローマンから行きました。まだねなんかいろいろ見るっていうのもあるか,かなと、うん、ね。保留かけない。で、はい、<laughs> なんか難しいなあでもちゃんと寄りなんですね、うん。まだちゃんと色濃く見ています。 ペース上がってきましたね。なんかね、はい、そんな気してないですか。一 <laughs> 回で長かったからですかね。<回> <laughs> 疲れないようにペース早めて、<ん> <laughs> 体力的なペースを、えー、維持するために。皆さん若さはまだまだありますけども。なんかバクツさんとか永遠打ってられそうな感じで、ね、ーースタミナ感じますよね。確かに長期戦でったら誰が一番強いんだろうね。 このメンバーこのメンバーだとバケツさん結構上位に来そうですけどねそうサルカワさんはたまにインタビューで最後疲れちゃったとか集中力切らしちゃったみたいなのを聞いたりもするんであ,あなるほどなるほど意外に体力ないのかもどうですか内川さんと古橋さんはね <laughs> ペンチピンチが入っていますバックツイーシャン店古橋さんの方 疲れそうなマージャンうってるけどあーいろいろね,ね <laughs> いろんなこと考えてそうそうそう,そう <laughs> こちら内川ヤンシャン店でしょうかチュンは切らズのチーモン切りチュンは安全牌に有力な牌でした、うん、ちゃんとおおっ ダブ・トン・チャンタドラマッチ一級ですけどねはいトンとかはなんか威力が変わりますよね使うとねダブ・トン・チャンター・ドラマッチとかそれ以外でもトンはサルカワが最後の一枚持っています一枚切れはいあ出たよ出たよ出たよトンが抜ません泣かないというのも選択肢としてはあるんですかね。ね 頭きちゃうから泣いちゃうよね、はい、<laughs> ポンだよ <laughs>、ね、頭なんだけど、二 <laughs> 枚目なんだよね二、はいね、枚目です目に見えて2枚目じゃあどちらかというと、おとなしくってことですかね今ならリャンマンいやでも、風呂灯を見るとリャンマン着られづらい肺でもありますよね確かに柴田さんはポンして、今の短期とりあえず に切るければないでも、ね、教託もあるし、はい、29003500ね、ええ、十分という判断だとは思うんですけどね。あとはトーンの守備力もね。ああ猿川さんが一番いいシャンテン。どうぞこれ猿川さんが一番積もったらね枠、はい、さんが一番積もったことになっちゃうからねい,いらそれはちょっと切ないですね。どうか やる気マックスになってきますよ二、ね、万も出ちゃうぐらいの勢いだけどね、ええ、その代わり二万は残り二枚古橋もいいシャンテンあ今い街トンがなかったですからね、うん、マックスさんに切り、ね、これで役割のサルカワはじゅんちゃんドライチの天敗ペンチ一層 地層は0枚です地層はさっきフラッシュさんが切った合わせれもおかしくなかったでしょうかちょっと危ないその後…と危ないですかええ形的にも…地層の地層は…あ…変える9層ないねじゃあ1品つも切りですかじゃあ間違えまで見るんだったらパワー層9層ですよねはい切りづらいでしょうか和靴に1品切っていく ちょっと危ないんじゃない？イーシャンテンだもんね。あ、イシン、シャンテンか。とりあえずかん。とりあえずかん。ああ、とりあえずかん。いやーどうします？ああ森。これは天配ではないですよね。一三五六かん。もう、ね、シャンテンではありますけどね。一、ええ、万はどうなんですか？切りやすいんですか？さっき内川さん切ってるけど。 いいピン照らし入っちゃいましたけどそれでもまだ切りやすい感じですよね。サルカ通るかかどうでした3万は ?3 万はちょっと分かんないのか。あっ3万が通るかどうか。でドラ切ってるしって話になっちゃうとねまた難しくなっちゃいますけどね。近川さんまあ3三ですか。 半蔵は、イーソーが四枚見えてるんで、下の三色がないってことですよね。ンーーテンパイ、カンスーマン。役割です。マンズのカンリアンマンとカンスーマン、そしてペンチッソ、サルカワ。チーソー使います。切ったこれでチーソーは。出ない形になって。どうなっていくでしょう。ランマン当たり、はい。ウーマン切れるか。ウーマンの方が。切りやすいね。安全ですね。うん。 フリテンですけど、<laughs> フリテンくんですよ。はい。一 <laughs> 万が三枚なんだよねでなんで一万切ったのかでもおかしいぞってここ止まってる時間はね良さそうです。あいい判断ですね。え、一万切ると報酬でした。しっかり答えを出していきました。 さすがですねって最後言ったらもう多分お喜びですぎて、ね、終わった終わった終わったのにその 2>, <laughs> 2>, 2万のめはすごかったなって1万が3枚切れててねわく、えー、さん1枚切ってんのによくあの2万が止まりましたねってシャンポンにねするでしょうみたいな考えで2万ギーとかね,ね褒めて伸ばしてあげないとねフラッシュくここはね<あ>ぜひとも拾いましょう <laughs> 作られた話だとは知らずにみたいな考えてます。 これで廃帝が誰に行くでしょうか廃帝は古橋かさあ現在三者が撤廃近川さんはでいやーそうなんですよね関西がね邪魔だったんですよね四、はい、枚使いこれはこれが廃帝です流局となりました枠津から開場します 阿久津猿川古橋三人天敗で龍局です。古橋とファインプレーもございました。そうですね。はい。<laughs> 今日はレンチャンが多いですね。多いですね。親のね。三本場の供託一本。 ドラがパーマンです。親の攻めにね、後ろ肩がついていけないっていうことですかね。はい、なかなか。はい、あ、すごいよ。皮がいい。もうリアンシャン店ですかね。リアンシャン店か。失礼、うん、しました。リアンシャン店。もう他悪いですからね。ワ、うん、クスさんがある程度いいですか。そうですね。なんか<え>なんかターズがちょろちょろってあって。はい。 サルカさんいいけど打点がないね。でもピンフで早く終わらせられたら終わらせたいですもんね、はい、この曲っていうのは。京た一本三本場です。二万九千五百点サルカは。サクッと行きたいですねこの手は。うん、イペーイーコーでもいいしね。<っ>なんかピンズをなんですかねウーピンとか弾いてあるもうあるん結構簡単に上がれそうな感じはしますけど。<laughs> はい ケルカシーラこれで、はい、まあ一万の頭候補にしながらみたいな<っ>感じですか現在五十名 <laughs> 内川は初がといつ初がんこになりました二メンツ ちょっと追い越すかもしれません,うん,、うん。なんか形は広がりそうな、ね、はい、感じですからね、内川さんの手は。ドラ引きもありますしね。うん、案外猿川さんがね、こう、手。伸び悩んでるとか、イいシャンテンには取れませんでしたね。一ンピピ残せば、イいシャンテン取れたわけですね。二品、三枚切れでした。あ、それは取れません。さすがに取れませんか。<laughs> あ、引いた。これはいいねあいつもですチーマン待ってドライロマンズで一メンツ。ブクブクにするかどうかです、うん、でも青があるんでねブクブクもありますけどね安全配が多いってことですか,すか、うん、1枚切れてる6万にしたっていうことですかはい確かにロロキュキュって持てるとね、うん、ちょっと嫌ではあるんでしょうか、うん 橋さんは、うん、どうするかちょっと難しいねいこれねのうん、そうとかチートイツしてるからあパワーピンあ親のゲームそのより硬い手がたいねはい、まあ、この手はあまり行く価値がないと単ヤでもないアウピン引いた,引けましたうれしいですねはいたリアンパーピン相当薄いんでリアンピン3枚切れでしょうね,ねパワーピンも3枚切れたええ ピンズが先埋まってくれて、もうリャンパビ相当薄いよね。<laughs> そしたら自分でウーピン二枚だもんね。<laughs> はい。これ嬉しいですね。これで。エースービキです。塩川さんは。いいシャンテン。うん、あ、こんなパールになると戦う威力が出てきますが。ションパイの青にしましたね。急に強気になりましたね。本当ですか？ あれ違いますそれでもやっぱりうまく自分の中でバランス取ってるんですよね <laughs>、はい、このバランスうまくね、うん、出てる感じが、うん、手配はドラドラだけど手配の価値はそんなに上がってないぞっていう意味でしょ、うんぱいなおきてでもあんぱいの白と親の現物の言いそう2枚は残したいっていうそんな一打です、うん、これですっちその受けもできたから目いっぱいとなりました

あれがイーシャンテンでシフトチェンジあるんですけどねどうかなあテンパリーチっぽくないですかごめんなさい急走切ったらですねウッパーマンのリーチです高めがドラリーチ発テンパねイーソ通ってないよこれでもリアンゾーのワンチャンスではありますけどあ引いたリアンゾー さあ、天敗、ランス、やかりです。しかも、現物、うん。こういうの、サルカさん、期待通りにチーピン切るイメージありますよね。ありますね,ね。通ってないチーピンをね。はい、もう全然通るでしょぐらいでね、<laughs> 切る。サクッと切りますよね。うん、ローピン中筋。で、アンシャンテンですからね、古橋さん。どうしましょうか。チーピン自身で通して、数ピン切り。 ジャンゾ、お、これでチーソー切ればいいじゃん。ジャンゾ当たりだよ。チーソー？ージャンゾーじゃない。あ、あ、あれ何きたの？三万。あ、なるほどね。どっちもで、ワクさん参戦しちゃうから余計難しくなっちゃうんですよ。三万はポンして天杯チーソ。ー切ればサブロッソ。ただチーソーが通りました。そうするとフラスさんもチーソー切りやすくなりましたね。はい、これで三輪天杯に変わります。 これは勝負決まりそうだな。古橋はどうなんだ。チーいけて。マンズ。チーそうですかね。はい。一旦チーそうです。<laughs> もう一回チーそうだろうね。マンズ。まあ、ウーワンは当たりハプッシュしていきました。内川の上がりとなります。リーチ発三千二百の三本場。 四千百の上がりです。供託一本。あ、サルカさん、最後まで気持ちのいい攻め。そうですね。はい、最後ちょっと嫌だ感じ。あったと思いますね。ね三万六万内川さんの試合には早かったんですけどね。はい、ウーマンでの放銃でした。 大谷晩猿川ですドラパーピンヒトメつ。そして内川は統一側の雑でしょうかまずまずしかさもやっと上がりがね来てねそうですねあでもオーラ下がってからですねあそっかそっかはい逆に猿川さんは今回一人ずつですか戦えてる感じはありますけどね確かに <laughs> 突然ね復活しちゃうからね スッソが入る内川お靴は一通が見えています山陽に向かいます確かに戦えてる感じは大事ですかねやっぱりね守ってるよりもう当たるかなぐらいで打ってね、はい、やってる方がなんか前向きに展望が 回復しそうな気がしますねなんか守ってるとどこで戦うんだったっけってどん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 いけなくなってね <laughs>、ねまあ、当たるんだろうなぐらいで勝負してる方がなんか、えーうん、どっかで復活しそうな気がしますよね、はい、まあその中で古谷さんねいいバランスが取れてるんですかね、うん、ユーピンがあんこになりました持ちポイントが厳しいです スタートの時点で一人マイナスと。ローソーと面白かったですね。うんえー、ローソーお切り猿子ですね。六、ねね、チッチのところ内川がリーチでスーパーピン。ね、リーチピン深めドラ。こういうのもリーチアウトですね、うん、内川さん。ワクさんの役は何だったんだろうね。えっとペンさんソってで一通一通ですか。 の捨て牌は相図に見えながら。あ一応白もあったんね。白と一。白切ってましたね。六十目に。これで白、白となります。ザル猿ワは筋を追って、先ほどチーソーパーピン高めのつま上がりとなりました。 リーチピンフツモド13002600のツモ上がり内川です今回はねいつも強気な方の選択を今回もリーチで高めのツモ上がりお返しは大丈夫でしょうかはい大丈夫ですねはい 中川さんも土曜日ね大井戦で準決勝で戦って,戦っていましたよね、はい、今日の立ち合いの藤島プロもそうですね大井戦ね大井戦そして優勝を語ったのは東北の石井良樹プロと、うんうん、なりましたいいかとただ打点が、はい、二面つ はい、ドラウケもありましたとりあえず一回、でいいそう切って古橋はピンズ一メンツ、本一もあるかマクツも一メンツですサルカーもマンズで一メンツ、うん、ラメンターツがありますか多いね、ちゃんとよりはシュンツよりですかはいサルカーさんの選択ちゃんともあるかなと思ったんですけどねいいピン切りでしたね、うん、第一だ。はい さんそんな良くないね<え>泣くのかな<え>泣かないか,か分かんない <laughs> ウーピン斬りを見てねどんな手役を想定してるのかちゃんととかでもロマン持っててチーマンドラですもんねねぇ<え>これで1,2,3であもう泣き泣きなのかなもう一つぐらい行きたいですけどね重ねたいですけどどうなんでしょう

頭がない形の良いシャンテンです早かえりちゃんとなんだねはい三色あくまでもこれはどうするか両馬の受入れのコー,ーでいきました両馬が今一枚切られます 親のチャンスが親がチャンスですかこれはね,ねずーっとねとあんまり詳しくもそんなに良くないんだよなこれキーマンも2枚残ってます真っツさんもちょっと厳しいですね厳しいですよねあとはサルカワがすっぽり入れればリアン・パーマンはい馬も切られるドラ引きですう

スーピンかな。ーなまあスーピンで良さそうな気がしますけどね。名物ですからね。うん、で、トントンポンのカンパーマン来るかもね。<laughs> 古橋さんね、飛んでたら。トンドライうん。らすぐに積も上がりとなりました。このルール一発がつきません。リーチペンフツもヘッド千三百ホールです。そうですね。はい。 連チャンしますね今日はね皆さん連チャン続いていきます<ン>今日は終電がなくなるかもしれませんはい <laughs> そして多分エツなので皆さんはぜひご覧ください<ー>連日エツとなっていきます寝袋用意しないとねはいここで怒られちゃいますねブ <laughs> <laughs> ラさんそうもうねオーカがねプレーオフを終えてあと残すは決勝だけなのでそして はいはい、A はもう間もなくといったところですね。ね柴田プロはあさって対局を引くとと、ね、メンバーは古川、前田、黒沢そして柴田プロとなっております。なので1位に1位に8位11位みたいな戦いですね。12節は、はい そうそうしています、ね、そう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 あさって逃走 <laughs> そのあと12世最終節がありますもんね、うん、上位4名で、うん、さあこちらがイーシャンテンの和靴寒卵層とロッキュピンそしてドラ1猿川はリャンシャンテン親の内川はドラが抜けている状況一メンツ さあいいシャンテン、黒橋もいいシャンテンになりました。ただチュンは泣きづらい構えですね。短陽にしましたね。ここローピンパーピィのポンテンも取れます。はい。取りどうしますかね。どうします。でもツモ次第では羽ネマンの手にもありますからね。ウ<間>ーピンチーピンチーそうで。あ本当ですね。五六の三色、はいはい。なんで。はい。ねでもこの このね、親を落としをメインに、ね、で、はい、内定に宣伝するのか、それとも。ね、<派>自分で。管理はそのわくつ天敗。これやみてですか。桜花の決勝は誰が実況するんだろうと来ておりますが。が誰だろう、鳥谷さん。鳥谷さんじゃないですか。かまだね、はてないになってるみたいですね。うん、あの、うん。あ、そうなんだ。はい、鳥谷さんね。ぜひともね、鳥谷さんに最後まで。 ローピンパーピンの転廃中これで手代わりしてまたゴロチの変化などありますねドラ引きはなんイを言ってもね現状三千九百。はいウッパーピンですああ三増引きなんていいですもんね三増引き最高ですねきたね。三増引きですチフィニチ役なしリーのみ役はリーチ、はい 役をつけていきましたこれは怖いこのツモギリリッチのごめんなさい僕が身を削ってね親を終わらそうとしてるのになくていいよこの不正がおかしいこと絶対なんか高いじゃんって思いますどうなんでしょうねリーのみの後のねツモギリオッカギリッチ高いケース多いですかね多いんじゃないですか 実際ウッパーピンはパーピンゼロウッピンが残り1枚だけという枚数は少なくなっています、うん、スッチ,チピン1枚スッチピンが3枚4対1勝ちたいスッチピンの方が多いスッチピンの方が全然多い、はい、だいぶ多いであこれで3対11しかないんだこのウッパーピンがはい スーピン一枚しか残っていません。スチーピンもスーピンが三枚という状況。あ、ロッ<あ>パーピンゼロになりました。お喜びですね。はい。古橋さん、報酬はなくなります。うん、売ってるほうにはね、<え> <laughs> わかんないけどね。ええ、気がしますね。この時間。あと五十、うん。近藤さんも、ああ、これは。スーピンは報酬はい。

ちょっと怖がってますだいたいこういうつもぎりリーチは高いケースが多いですもんね今回はサルかワがつもぎりリーチを追っかけでしたう妥協してリーチとかあんまりない具形でもいいや、えー、追っかけつもぎり追っかけってあんまりないだいたいじゃあ古橋さんの現物は通りやすいんですかねつもぎり追っかけのパターンですか、はい、そうですね。そういう手はセオリーかもしれないですね その逆を突くパターンはね。<laughs> よっぽど自信があるパターンですか、はい、街に。いやだね、通りました。決着はつくか。もう古橋さん入局十分ですよね。うん、で一のみなんでね、入、はい、局でも。すっぴは残り一枚に変わります。 内川がどうあ、つまかいですもんね、仕めました吐いてえつもね、あるけど、はい、多分、打ってる方には吐いてで振り込む方が嫌なんじゃ <laughs> ね。そういう、はい、来ないでって思ういい<も>安牌は初、発がいけそうですかね二枚切れ、吐いて <laughs> 切り方がもう フルハシ、そしてサルカワの手がきます。二人展敗、流局です。追っかけはリジタニオピーフドラでした。乱入して、日本馬の教宅日本です。ドラが初。 三万九千二百ですか古橋さんね、はい、うんここで勝負かけたいけどなあでもこれで本場をゲットあっ<ー>教卓ゲットいけるんじゃないですか、うん、教卓ねはい全力でええ古橋さんの全力が見れる一局になるかもしれません藤川さんもいいねいい形ですかなトンはポンか まだそんなに怖い敵いないね今わしさんからってねまだね怖い敵が猿川さんのトーンは出るとは思うんですけどはい現在です初かちょっと重くなっちゃいましたねこれ重ねちゃえば一気に武器になるんですが初の扱いが難しいあっ小さいだともしかしたらねいや猿川さん小さいだったんでどうかなあった ターツを決めたんですね。ごめんなさい。あ、一二ブロックは足りてると五、うん、ブロック。次のこのシャーチャんの手ですね。はい。まあ想像2度受けで打ち変りアンシャンテン。本<あ>が入りました。本が入った。タンヤオ系の発進です。ドラは初。 これでイーシャンテンチュンのポンテンチカ誰のもとに教宅が行くでしょう九万なんかどんどん発がねうん内側に出きてづらくなってきちゃいました <laughs> 敵が出てきたあれサルカーさんの二万が面白いことになってたんで <laughs> 泣きの風呂の仕方ですかとん <laughs> に声出るかな 青タン想定で来るかもしれないしね。で初ポあトンポンしてマンズカソズかあこれで八番？ドストレートは初ですけど。でトンポンした初ですか？はい、まあ、ポンテンなら勝負も取るんじゃないですか？<っ>ポン天のチーします。二チャン天ウッパピリアンソ。チーはなんか古橋さんにとっていい情報ですよね。 いいポンよりは、りはりうん、よりはやっぱりチーの方が勝つ、うんはい、打ちやすくなるし、ポンポンしてドラ切り勝負、乾三層、三層二枚、あ、三層こんなところに、<も>出てしまう可能性もありますね。うん、そして天牌六九ピン、六九ピン強そ<の>すぐつかみ、ンロン、ただ千点でした、正は千六百。 田中さんがね、酸素引っ込めちゃうかはい、酸素を切ってくれるわね,ね古橋の上がりだったんですが、内側の上がり何2局 <laughs>、和久の親番、284持ちですまだ和久津さん苦しい状況抜け出せてないでしかそうですね、気持ちいい上がりができてないですよねはい 川さんは立て直しましたね,ね<え> 1>, 1回戦から考えると1回戦のね大きいラスからねだいぶ復活しましたよ、ええ、このままいけばですけどねまあ気持ち的には少し余裕が出たような、うんうん、古橋が相像がいい並び誰かは一メんツ、ドラ1枚。 これアンカーができて、目いっぱいに広げていきます。うわ、さんもいいね。いいですね。拡散化は今一ですか。はい。ちょっとスリムに構えながらも。これはレアピンかな。うん。ベストの受け入れもある状況。レンピン切りにしました。 いいシャンテン。これはいいシャンテこれでいいシャンテンですか。カンパーピン引きでね、テンパなるけど、二冊狙って。九ピン、おお。ここは、なんか。いい。感じで来ましたね。さんらしい。ね。一打ですね。ストロングスタイルです。かやっぱ決めるとこは決めて。逃さないというね。い。いとこ入ります。いいシャンテンになった内川。 ロングスタイルを貫くか、キューピンチピン。あら、ここも面白いですね。シャージュとかね、よく習いました。ぶつかるか。パワーフリテン。誰か、ま、あと一つといったところ。天ン リーチです。一層でのリーチ。上がりを多く結びつけている市川ですが。うん、今局どうでしょうか。リーチドラ。高め弾矢を。うん。九万か九ピン行きたいけど。はい。ですよね。あ、九万来ましたね。ここはプッシュとなりました。まあ、現物が。はい。ちょっと。ありましたね。すじる二万は嫌ですもんね。 ウーマン切りリ,リーチでー。キューピン。全然通ってない。イいシャンテンで二万っていうのもありますけどね、はい、チーピン切ってますからね。キューピンって言いますか、端っこ。端っこ作戦。ええ。一通もあるし。今数字の二万かキューピンでしょうね。悩んでますね。ベンチーピンフリテンですもんね。 シシソワンチャンス。うん、おほほ面白い一打でした。上でぐね上が安いしワンチャンスだしってことですか。はい、これで？うんなんか立て直しが難しくなっちゃいます。お給品。三万？<laughs> ローソー。ローソー。なんとも。もワンチャンス。 グッズも戦うには。うん、どうしますかね、もうシャイって楽になるか、それとも、より手堅く。現物となります。それからもういいシャンテン。バーピン現物。うん。チーソー切ったところで来るローソー。 ドラはスーピン、ウーピンは中筋、あ、ごめんなさい、ウーピン中筋です。うん、サルカーさんの、うん、ウーピンかと、ウーピンでいいか。こちら、ね。パーピンとかも、き、聞いたか。あ、これでテンパイだ。行きましたね。テンパイはリーチ。リーチチュンドラ、サブローピン。長引いています。うちかのいっすそ ローピンは一枚か。あ、ローピンゼロの三ピン一枚。ただイースソも薄いですからね。そうなんですよね。スースォなってて、ああ、ラストイーソー。つまがりとなりました。ーーリーチツモドライチ。千二千のつまがり打ちかわ。サルカーのリーボンもゲットです。スースォゼロのイーソーも最後の一枚でした。ね 好調に加点をし続ける内川。ラス前まで来ます二回戦。猿川やばん。柴田プロと同期の十七期生です。猿川さんね。うん、はい。はい、今日ですと一番の先輩になりますこのメンバーだと。そして一番の若手ってなのですかね。二十三期生がワクツ。ああ二十二期内川。二十一期古橋と。 そっか。はい。一年ずつ違うんですね。ここの。古橋さんが一番先輩と。はい。内川さん第一だ、数万でしたね。を、ターツを崩して。はい。数層も切って。目指すはちゃんと。初が、ドイツ古橋、ドラも一枚。白画ドラ。 そんなにやる気はないぞってことですか。そう感じますけどね。終盤勝負になれば、国試もありますか。国試もその四シャンテン。<laughs> <laughs> <laughs> でも三四三四ってあったのかな、総ずとマンズで。ありましたね。ありへ<ー>なかなかやるない。意外でした、ね、はい、終盤でしたよね。うん ここをね親を落とせればね<ん>だいぶ楽な位置で戦えるんですけどなんか結構展開っておかしいかもしれないですけど、うん、自分に向いてる気もしてね,、うん、ねストレートに手組むかなと,と思ったんですけど余裕があるという感じなんでしょうか余裕があるのかそれとも感触がないのかもしれないし、はい、何切るんだろうスーピン切りドラを持ってきたのはペイちゃんの真靴そして泣きます これもなかなか声の出ない両面んちすごいねこの形だよまだぽんだらまだ、うん、これはだから感触がないってことなんでしょうね<ー>こっちも感触がないからこそ泣,泣いてるんじゃないのかなににちちりゃ、うんそうりゃんそう この風呂どうなっていくでしょうか、うん、どうなんですかねあすか白あんこなんていうのはねある線ですけどねサルカンの仕掛けですねうそうなるとでもみんなすごい周り折りにちょっと、まあ、ここでパワソーチーソーなんで、はい、若干よくわかんなくなってきましたよね、はい、白があんこならパワソーチーソーにはなかなか、うん、パワソーチーソーならばそうですねだから <laughs> そういうい感じですよね、ええ、6九を嫌った理由を探しに行かなきゃいけないんで、はい、ねまあこんなして灰だけどマンズの一色でも6万ね猿川、ね、さん、うん、やっぱり無理ねなさそうだし。引き込うと安い。まあ、ね、1500だったらねうん。パーソーチ小そううそか。 無造作に切ってる感じもするから、はい、全部照らしですしね、うん、ポンプロハシの切った2万をポン<ー>プロハシはいいシャンテンでしたそしてテンパイサブロピこれマンズもポンだからやっぱりすっごいめちゃくちゃなち一みたいななるほど。めちゃくちゃじゃないかけどやっぱバクの6万9万で切ってるのは効いてると思うんでちょっと足りなそうでもそうなんですよね足りなさそうなんですよ、えー そうなまあ安いケースだったらそもそも考えなくていいぐらいの話になっちゃうんで、はい、高いケースのパターンで考えておけばじゃあ白が1枚で白、うん、が1枚でチーズパンサ払って,して無理やり本一行ったみたいなあ,あ無理、うん、そうですねどうなんでしょうね。1万この「白白シャーシャー」とか「白とってももう。 全然もう怖くないぐらいになっちゃいましたからね。<laughs> はク、い、通るとでも古橋さんも戦いやすいですかね。そうですね、ええ、でもあれ崩はつ切っちゃったんでねそんなにリーチのみになっちゃうからね。ええ、でも親が怖くないと思えば、まあ、リーチのみでも。うんそうですねリーチのみありますけどね。はい これでパーマーのリーチのみとなりますが闇点ですで闇点だと上がることができませんパーマン3切れは大きいですね、うん、詰まれば上がれるっていうことで枠、えー、靴は折りいつも上がりとなりました三万の両面ンメチーからの仕上げていきましたタンヤンは五百ホール、うん、サルカワさんらしいと言いましょうかそうです、ね、ちょっと変化球できたようなタンヤンでしたけどね、はい まあこ,こからね入れてくる感じもありますね。そうですね連チャンすればね何起こるか分からないんで 1>,、はい、1回戦も大きなトップとなりました厄介ですね<え>内川さんが遠い手を組んでたっていうのも一つじゃないですか要因のああ出だしがねああ数万とか、うん、じゃああとはじゃあ和久津さんをね受けさせればあとは古橋君が相手だし、はい、それはだいぶやりやすいですよね海でもねピンてて内川さんが遅ってそうですね 間を取るようにねそで、はい、一番受けの強い浦橋さんのところで一、ね <laughs> はい、対一だったらやりやすいですよねほ <laughs>、ええ、ら内川さんが一メンツドラワリアンそうで古橋さんも形並びがいいです和久津は一メンツでペイチャでペイ重ねます和久津さんこのちょっとねもやもやする時間抜け出したいですね、うん、259、はい、でも千点でもいいですよねペイでねはい。 まだ浮きまでね、あるかもしれませんからね。結局今浮いても、次の曲、また厳しくなるしね。白も重ねましたよ。こうなるとどうですか?。ちょっと。ちょっと。欲張りたくなる。はい。本一とか。本逸はね。そうすると、本一だと、マンズですか?。ペイがパニーチ切れです。泣きそうですけどね、この白。白。ポンとなりました。そして。三品?。はか、三品。あ、じゃあ、マンズの。見てますね。 渡り見てますね。はい、でサブロース入っちゃった場合は、まあ、自然に。もうね、千点でも二千点でもっていう感じですか。えー、内川もいいシャン点。関連マネはなく、関ロースの方を残していきます。この今、e、に反応一一二三から泣きました。今、e、四枚目ですけどね。ねこれも結構超え出ないパターンの。うん、で、いやーまあお振り点ではありません内川。 どうしますかね。相像の連続期を生かすか、満足、はい、を切って。強くワーさんが本位だから、うん。まだ遅いぞとかもあるし、うん、もしかに差しで復活なんてのもあるかもしれないですね。こちらす内川さんのに差しで反撃とか。に差しは崩れてしまいますが、装きは両面。八門並べなかったんだね。うん、はい。 サルカワさんの方が嫌かもし…っていうことかもしれないですねランピンのポーンの発信でした、うん、いいとこ入りますいいシャンテン本質じゃないですかはいピンズの本質ですサルカワさんこれでまた浮きまで見えるような状況になってきます、うん、地位はしませんそして見事テンパ入れてシャーチューシャンポン 純が山山、シャンも一枚。これサルカーさんのまだソーズのドラ周りとかも売ってないんで、ああで本一にね、はい、特定できないかもしれないですね。両面払いってありましたっけ？マ満塗は両面バラ。タイヤ追い方とかも。満塗、ね、ただそうなんですよね。ただソーズがね、はい、ちょっとまだエックスじゃないですか。ええええ、これ九ピンつも切りの方がいいですか？三ピン手出だし。んなんだろうな。まだね。<laughs> よくわかんないです。気持ち悪いかね。リーチドラで内川がリーチとなりました三郎荘町は薄い町か。そうなんですか。ローソーがあでもロうそい1枚のーー、うん、三蔵3荘全三枚か。はい3枚。<ー>すぐに寝ました。連敗していた猿川のほう内川の上がりリーチドラ2600は2900。頑張ってつないだ親番でしたが宝珠に回ってしまいます。 近川さん好調に好調に来てそうです、ね、一気に立て直したって感じですもんね一人きでここはまたね大連チャン狙いたいところになってきましたね、うん、ドラローピン手配はどうでしょうまずなんですが、まあとは三者の ポイント、点数的にもどうでしょう。ワクツさんは仕掛けて。まあ、沈みの二着浮上はありますけど。その順位点に大差はありませんか二、うん、ポイントね。はい。猿川は現在ラス目。まあ、でも連チャンされるぐらいだったら、まあ、二ポイント取って終わらせるっていうのもありますけどね。順位、うん、点の二。さっきね、猿川さんに。 かなり大きく浮かれてね、うん、次は内川さんに一人行きなんてのもねここちょっと嫌ですけどもずっとやられちゃうからね,ねなんか取り返そう取り返そうってするとここは焦らずサクッとで次に切り替えて、はい、みたいな手がねよければまとまってますけどねそうなんですよねと<か><は>自身でととかにすると、うん 出たらどうします？ポンポンあ出ました出ましたよあポンしましたねやっぱ終わらせるっていう方針これはこれで落ち着いてるねプレイだと思いますよ結構ね欲をね抱きたくなりますけどもあとは両面両面一閃点ここにで浮きますもんねはいでもここは二千点でよしと浮きは見ずに 終わらせに行くスタイル千川さん怖いね <laughs> ああいう手が伸びてる時はねいますよ古橋さんの立ち回りとしてはどうすればいいんですかね古橋さんはまあ浮き終わらせるか浮き狙うかっていう、はい、同じですよねさまあ枠さんが上がったらもう ね、三、はい、着になるわけなんでもうどうせ天廃納点でもね、うん、スーソースー,ー,ーこれでスッチーピン天ンパイワこれちょっとわくさん助かったスーソーですかね負けなくてもおかしくなかったですか、うん、ここに当たり牌が来ました,た出てもおかしくありません、うん、そうですねもう一目ンツクリアしている状況で内川、うん まだ通ってない数字たくさんありますからね。うそうでも、おうになります。ただ、一人行きで終えたという状況です。うん、枠つながり、白ド土雷地に先点二回戦が終了となりました。二回戦は、一人行きとなった内川。二着に。一つ着地の上がりました枠。枠靴。三着古橋、四着猿川の並びで終了です。続いては、三回戦をお届けいたします。